阿波池田駅前店、本町通り店 4S ステイは、四国旅客鉄道が展開する簡易宿所事業の名称、ブランドネームである。JR 四国は、財務体質改善のため、鉄道事業部門と双璧をなす、よう、事業開発部門強化に力を入れており、宿泊事業の新しい展開として、簡易宿所事業を開始するに至り、4S ステイが誕生した。長屋や木造建築といった日本の和を象徴する施設が特徴で、随所に四国の工芸品等を用いるなど、内装外装を中心に独自性が光る。JR 四国は、旅館業法の簡易宿泊営業許可を取得した後、建物所有者として他社に賃貸し、運営を行う形式をとる。4S は四国4県の4と四国の頭文字の S の意味が込められている。加えて、ホテル並みの安心感と清潔さ、おもてなしのサービスを旅行者に提供するとの意味も含めた。以下4つの S から成り立つ。セーフティー。=安全サポート=支えるサティスファクション=満足スピック&スパン=清潔な諸外国の予約サイトでは漢字表記できない可能性があることからローマ字及び数字を使用したブランドネームとした。ロゴマークは四国と本州をつなぐ橋をキーオブジェクトとして四国の S に4県のイメージカラーをあしらい 4S ステイの文字にはコーポレートカラーを使用している。なお、JR 四国に追従する形で、JR 北海道も2019年12月、札幌、ことにに同様の施設を開業している。1987年4月四国、旅客鉄道株式会社設立、2018年4月、第1号店、開業、2018年11月頃、第2号店、開業、2020年4月第3号店、開業仮想現実で四国の観光名所を体感できる端末を置くなど、京都を訪れるインバウンドを中心とした客層の四国への送客の基盤とした。駅前商店街にあった寿司屋をリノベーションし、カフェダイニング、ヘアサロンも併設。築120年超えの町屋をリノベーション。4S ステイ京都9条営業休止について 4S ステイ2021年4月13日。ありがとうございます。